この動画では、実数と指則演算というところをやっていきますね。指則演算って何かっていったら、下法、減法、乗法、上法っていう足し算、引き算、掛け算、割り算の4つの計算のことな。で、前の動画で扱ったグループ分けあったよね。自然数、整数、有利数、実数と。この表ってどういう意味かというと、そのそれぞれの数について、例えば自然数だけで足し算って完結できますかと。 自然数同士の足し算って必ず自然数の答えになりますかというのを丸か×かで考えていきましょうっていう話なんですねだから自然数同士の足し算って絶対足し算の答えって自然数になるかな引き算は引き算の答え自然数になりますか掛け算は掛け算の答え自然数になるかなとどうでしょうって言うと自然数の場合は足し算はできるんですね 1たす2は3とか、2たす3は5とか、全部自然数だけで完結できると。けど、引き算はできないですね。例えば、どんなやつが考えられるかっていうと、例えば、2-5。これを計算すると、これどっちも自然数やけど、答えはマイナス3っていう、これ自然数じゃないよな。なので、自然数だけでは完結できませんと。かけ算は全部できるんですね。2×3 は6、4×3 は12とかね。 割り算はって言ったら、これもできないですね。どんなやつが考えられる例えば、じゃあ 2÷5 にしようか。2÷5。これは5分の2になるよな。これも自然数じゃないからダメですよっていうことね。じゃあ整数は同じように考えたらどうなりますか整数は足し算、引き算、掛け算はできるけど、割り算だけできないんですね。どういうのを考えられるかって言ったら、同じよ先と同じように考えたらいいですね。2÷5。これどっちも整数やけど、 分数になっちゃうよと整数だけでは完結しないよってことね。けど引き算のところは2 5が3になったとしてもマイナス3も整数の仲間だからこれは丸になるんですね。だから整数は割り算だけ完結しないけどその他の3つについては整数だけで完結できますと。 有理数はって言ったら、これ全て完結でできるんですね。どんな有理数同士を足しても絶対に有理数になるしどんな有理数同士を引いても絶対に有理数になりますとじゃあ実数はって言ったらこれも実はできるんですねとまあそれだけの話ですこの表ってなまあいろんなパターンも考えられるような例えば、うん、どうしようかな偶数っていうのを入れてみようか偶数同士の足し算って必ず偶数になりますかと 偶数同士の引き算って必ず偶数になりますかと。偶数同士の掛け算って必ず偶数になりますかと。偶数同士の割り算って必ず偶数になりますかとならない場合は、どんな場合が考えられますかというような問題が出てきたりします。ちなみに偶数は、偶数同士の足し算は必ず偶数になりますよと。引き算は必ず偶数になりますよと。掛け算は必ず偶数になりますよと。 割り算は必ず偶数にならなななららいいでですすね。ね。これにならないんです、ね、どんなやつが考えられるかちょっと例えば6割4はって言ったらこれは2分の3でこれ2分の3って偶数じゃないからこれ違うよねとまあそんな感じで問題が出てくるのでこの表の見方っていうのを覚えておいてください。